言ってみます。ということで、こちら菅流崩れいいですかね、まあ、こういう教訓ですよね。リアルにこの当時の震災の、ね、ちょっと大橋の崩れた跡が残っているということで音を残して、かつですね、そして記念碑建てて慰霊もありますし、こういう過去にの、ね、過去の経験を、まあ、未来に残すという教訓というのも本当に大事ですし、まあ、こういう場所を退避場ではあるかもしれませんが設けてくださったこと本当に感謝します。ありがとうございます。